ホームライ駅は、滋賀県大津市八谷道をあざみちみな頭にある、西日本旅客鉄道古西線の駅である。駅番号は、JRB22。古西線開回通前の1969年まで、付近を走っていた高和化鉄道にも、同名の駅が存在した。詳細は、ライ駅を参照。ライの事態については、冒頭の通りであるが、 当駅以外の駅の運賃表や停車駅表で、放来の2文字とも、あるいは、よもぎの1文字だけが、拡張新字体のままになっていることがあり、JR 西日本社内でも徹底されていない。高和化鉄道時代も同様で、乗車券などでは、放来の字体が、拡張新字体になっていることもあった。式ホームに面2線を持つ、 公開機になっている。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は地上に一箇所ある。簡易型自動改札機が設置されていて、乗り越し生産機は設置されていない。トイレは、改札口の外にある。片田駅が管理し、JR 西日本交通サービスが、駅業務を受託する、業務委託駅であるが、朝と夕方以降は、無人となる。 移行こか利用可能駅であり、改札内側に移行こか簡易入金機が設置されている。なお、国鉄時代は終日無人駅で駅構内一つ目の階段を上った踊り場突き当たり付近に連絡表と書かれた乗車駅証明書が鈴なりにぶら下げてあり、乗車券を所持していない旅客は連絡表を一枚ちぎって、車内で車掌より切符を購入していた。 日中時間帯は1時間あたり3本が停車する。滋賀県統計省によると、1日平均の乗車人員は、以下の通りである。かつては、駅横の道路に、宝来駅前というバス停があり、京阪バスが京都から大見今津を結んでいた。現在は廃止されたが、2021年現在、当時の待合所がそのまま残されている。ありがとうございます。